戦組副長の死の謎。土方と思想の最後。土方と思想とは幕末期の幕臣で新選組の副隊長を務めた人物。そんな彼は明治2年の戦いの最中に戦死。この最後に謎が残るとして現代でも議論されている。新選組は戊辰戦争で多くの仲間を失うも生き残った土方は蝦夷地にて徹底防戦し唯一腐敗を誇るが、新政府軍の総攻撃には耐えられなかった。冷静な土方は相手の策を読み部隊に交代を禁じて反撃を試みさせるが、馬上で指揮を取っていた最中腹部に銃弾を受けて絶命。この時旧幕府軍側の幹部で死亡したのは土方と思想ただ一人だった。亡くなって6日という早さで旧幕府軍が降伏していることもあり、実は土方と思想は敵に撃たれたのではなく味方に撃たれたのではないかという説が浮上。実はこの戦いで土方は榎本武明と合流したが、実は榎本は新政府軍とは共存したいという考えを持っていた。そのため2人の間に確執があった可能性があり、土方を疎ましく思った榎本側の人間が暗殺したのではないかと言われている。